せたの思った？ああ嬉しい。こんばんは。今日の会 DMM で見ててありがとう。ギター配信したことありますよ。ギター配信一昔前してました。みゆちゃんと隣のまだ歌っていいかな。最前列ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。みっちゃんみつき本当？にかにかにか。こんばんは。今日たくさん目が合いましたねね。こんばんは。こんばんは。アカリートさん、イズミータン、ラブレターありがとう。対談見てどう思った？そうやな。あのもまめにイエナンラブレターにちょっと感想を書いたので、感想というか今見てその頃の悩んでる自分を見て改めて感じたことがあったから。お風呂上がりじゃないよ。お風呂上がり見える。今日の子はもう黄色い女の子の笑顔が見つかるから、嬉しい。早くピンクの女の子になりたいんだけど。こんばんは。本当にナナのパフォーマンス世界一だなって改めて思いました。嬉しい。今日ジンギスカン食べよう思った。はい、あかりんさんとツーショット撮ったんです。あかりんさんにユナってなんか指下で呼んでくださってるのがめっちゃ嬉しくて、なんか確か前お会いした時ユナなんやった気がするんですよ。でもやっぱ時を経てというかちょっとそういうなんか変化ちょっと嬉しいですね。羊の話もうジンギスカンしか頭に思い浮かばへんかった。みかちゃんくまくまありがとうございます。くまくま、こんばんは。そうなんです、呼び方。はい、明日できたら。そう、それでカリーさんとユナの話をしてくださってたっていう、なんかそういうのもめっちゃ嬉しくて、ほんまにあのあかりんさんと対談中はもうほんまに嬉しいこといっぱいで、もうめっちゃ見てくださってた。あかりんさん、ユナのこと分かってくださってて、ほんまに涙出そうでいっぱいでした。ピータピータさん、かわいい、ありがとう。嬉し泣き。今日ありがとう、ありがとう。こちらこそ。あかりんしくん、たい焼きありがとう。めっちゃ嬉しい。今日は最初に見てた、ありがとう。こんばんは。いや、さすがにかりんさんの対談でも泣いちゃったし、もうあかりんさんの対談でも絶対泣かないって決めてたみたい。こんばんは。ゆうちゃん見てありがとう。まっちゃん、ケーキありがとうございます。
くの待ってた。こんばんは。だってだってだって歌ってだってって2回しか言ってない。全然気づいてなくて、てかなんかみんなに言われたのも、だってだってなんか何のこと言ってんねんのって、どういうこと言うの言ったよみたいな、めっちゃふてこい人見てやってんの言った、あれ何、その自分の間違いにも気づかず普通に言ったの何言ってんねんのと思って、あって感じで、なんか逆切れみたいになっちゃったんですけど、申し訳ない、教えてくれたメンバーに。そうそうそう、しゃーなしやでっていうか、なんか何を間違ったんかって、何も間違いを。ふみかちゃんハートありがとう、申し訳ない本当にけど考えたらさ、あの鈴懸なんちゃらも鈴懸なんちゃらってしょ、あの省略してるよなと考えながらちょっと踊ってた恋たいのその間にはをちょっと考えてしまった。こんばんは。いや納得いってる、納得いってる今日履いてたの気づい、え、もちろん気づいたよ。お見送りでも名前呼んだじゃん。こんばんは。そういうとこやでと怒られてるで、ちょっと飛行機雲まで引きずって、ちょっとそのこと考えてたらちょっとだけあの振り付けを間違えたっていう、申し訳ないなんかね、一つのことに集中したらほんまになんかそればっか考えちゃってるんだよな。迷った、気づきました、みんな気づいていますよもちろんよかった、見送り呼んでくれたのもちろん、もちろん座ってた時から。こんばんは。迷わんかったに気づきましたけどね、なんか似た言動を言う人いましたよ。似た言動っていうか、なんかトゥースしてくださいみたいな、なんかいましたよ、第二のみたいな言うんだって。大輝ありがとうございます。とにかく MC はジンギスカン優勝でした。こっそり青のペンライト振っても、いやバレてたよMC 中青はちょっと絶対バレるけどゴー、このアディダスの服もファンの方からいただいたんです、ありがとうございます。もう言う、びっくりした、かわいい。今日ずっと言おう、見てたの気づいてくる、うん、もちろんもうずっとちゃんとペンライト一個も買えず、もうちゃんとずっと言うの、うちは多分重力で重たいのにさ、ずっとこんばんは持ってくれって感謝。え、もうのその日に着るもん。ちなみに今日あの登下校というか行き帰りした服は、あの前2日前に着てたの、白の、それもファンの方からいただいたお洋服、また着て嬉しくて嬉しくて。 MC 中お手とフリフリしたの知ってるよ、もちろん。皆さんは NC さん気づきましたよ。グッドちゃん、たやきありがとう、ありがとう。えなちゃんは遠くでも見てたら気づいてくれるか、天才。そうだよ、隙間風からも見てるからな、こう斜め意外と見えるんよ。こんばんは。実家ボンボンって何、ボンボン、
あかりんさんと話すの緊張するがね全然しなくて、もうあかりんさんのトーク力のすごさの、あかりんさんが多分すごいんやと思うんですけど、めっちゃこうめっちゃいらんな先輩なのに親身になって話してくださ、いつもなんかそうやってなんかアドバイスとかしてくださってたので、やっぱり、ま、1年以上の付き合いなので、ね、こうあかりんさんずっと可愛がってくださってるので、みんなも甘えちゃってるんですけど、全然緊張しなかったです。今のことめっちゃ気にかけてくださってるの伝わって、それな、まあ、あの今あかりんさんがあのツイッターに URL とゆな、なんかみんなゆなのその姿みんな知れてみんなから愛される人になってほしいなみたいな、ゆなの後のさのほっこり顔文字っていう絵文字、あれにもゆなもキュンってしました。ゆなちゃんこんばんこんばんは、今あかりんさんの動画見ました、ありがとうこんばんは。タイナ見たらこっち側も感動して泣いちゃいます。全然全然ごめんなさい、泣く気じゃないかもしれない。おお、これそう、それそれそれ、しかもゆなこうやって遡ったらね、なんかわりかしニックネームがない方はない方っていうか、ジオンやったらジオンじゃないですか、方のことは呼び捨てしてはるんですけど、ニックネームゆなあるのにゆなって呼んでくださってて、クックって思いました。あ、れなくに米無視されてる気が、え、全然してない、ごめんね。こんばん、あかりんさんと対談見まいてありがとう。最近の納得力上がってきているの自信持ってやれば、え、優しい、ありがとうございます。コロくんかわいい、ありがとう。こんばんは。やっぱユナ先輩からさユナなんて呼ばれることが多いのね、ユナってなんかめっちゃキュンってするんですよね。こんばんは。ユナの今日画像作りませんね、なんかいつも動画作ってくれてるけどありがとう。こんばんは、ユナキュンってする。ユナ呼びキュンってします。キュンしてる。一個気になったのが MC で受けなかったらすぐ次言う、確かにユナちょっとあの受けるかなと思って言い過ぎなんですよね、ちょっと。コトちゃんハートありがとうございます。ユナの悪い癖です。でちょっとあの的外れになっちゃったら次ってあかりんさん動画でがっつり自己紹介してたの初めてやからよかった、嬉しいです。なんかユナ何やろね、そういう動画内でも言っちゃってたんですけど、他の方と被りたくない精神というか、なんかやっぱアイドルこんだけメンバーいるのでグループも埋もれないためにも、なんか自分こう個性を出すっていうのを頑張ってて頑張っててっていうか、ユナス、まあ、それがそのものなんですけど、消さないように、なんか最初の頃は結構消してたりしてたんですけど、ありのままでいいんだっていうこと最近気づいたので、コトちゃんハートありがとうございます。そう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 、なのでアピールしていこうと思いましてそんな計算高くやったわけじゃないんですけどね、その動画の最初も普段の癖というか、
ありのままの。かたちゃん入ってありがとう。なんかいつも全力やもん、ね、嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。のんちゃん、くもしありがとう。確かにありのままが大事。なんか今もやけど、ショールーム中でもなんか今ママがそばになんかいてくれてるんですけど、なんか自転車、エアバイク、エアロバイクやってるんですけど、なんかそばにママがいてくれてだけちょっとあの実家なんですけど、なんか自然体なユナ君に行けるんですよね。ふみかちゃん、ハンターありがとうございます。こんばんは。ママ効果で、さとみちお日様ありがとうございます。安心感か。なんか今日で554日目ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしすぎる家族愛だって、ありがとう。まあな、もうゆなくんと同じように違うらしい。こんばんは。のんちゃん、くまさんありがとう。えいちくん、たいきありがとう。前はリアル話し会よりオンライン話し会な。それがね、おもろ、かわいい。全力立ちこぎというか座ってますよ。こんばんは。久々早川おる公園なんだけど、嬉しい。どうですか、早川いない公園とおる公園。やっぱおったさんいなし、おる方が楽しいですか。収穫へ午後公演、それな、縁起のいい。はかりんの言う通り、確かに何人かで配信したりユナナのキャラが、キャラなんか多分確かに、うん、なんやろな、難しいけど。けどそれも一人で何かをやるというか、それをできるようにならないといけないんだと思いますね。成長というか、じゃないとだってこうね、これから一人で外仕事とかささせてもらえる機会も増えていく中で、ね、やっぱりそういう中で、ね、一人じゃないですか。公演とかやったらそうやって同期とかメンバーが助けてくれたりするけど、だから頑張る。今日なんちゃってピアカツして、ありがとう。あかりんさん、ただいま強かった、ありがとうございます。絶対おったら全体的な雰囲気も明るくなって素晴らしい子になってます。ありがとう。今回ね、回答見てるけど、この後は仕事の都合で30日まで、カズさん、かわいい、ありがとうございます。あかりんさんに言ってた、続けることの大事さ、形だけじゃなくて気持ちなんですね。向こう側に、確かに。けどやっぱなんか目に見えるもん、なんかやっぱりこうコメントとかね、直接いなに伝えてくださったりするじゃないですか。やっぱそういうの嬉しくて、メッセージとか多分あの心の中で応援してくださってたり、応援してくださってる方は言うと思うんですけど、やっぱなんやリアルの声っていうんですか、やっぱ
活力結構大きい。ふみかちゃん、ハートありがとうございます。なんかね、ほんまに見てくださってるのかなって不安になるので。けど、こんばんは。でもなんかね、実行しないといけないんですけど。なんちゃん、お日様ありがとうございます。ゆりかん、ありがとうございます。ありがとう。そろそろ隠れピュアラかピュアラになって。それなんか300回くらい聞いてる気がするけど、いけてる？隠れピュアラじゃなくてマヨラやったけど、いけてる？いつになったらピュアラになるんですか？ミッフィーのこんばんは。これからたくさんお伝えます、任せてくださいって。ありがとうございます。赤西君、お会いさまありがとう。リリリムチン、リリリムチン。ユナはポテンシャル高いからどだけ見つけてもらえるかも。え、けど聞いてください。もうあのちょっとあの嬉しいお知らせっていうのが、あー、もう言っちゃいたい。こんばんは。ちょっとマジでなんかコメントで腰抜かすかもみたいな書いてたと思うんですけど、今腰抜けました。逆、ほんまにそのお知らせ聞いた時も携帯吹っ飛んだというか、やばいってなりました。こんばんは。本当に携帯が吹っ飛びましたよ。もう本当に謝罪の前じゃなくて喜びの前を踊りましたよ。うん、そんなに本当にびっくりすると思います。しかも一つじゃないんですよ、だから。嬉しい、お知らせ聞きたい、言いたい。で、新しい挑戦やな。新しい挑戦ってだけやわ。それがいけたら、なんかそれがいけたらほんまにその世界広がるな、じゃないけど。もうここまでしました。もう何も言いません。もう私何も言いません。言っちゃいそうだから。楽しみに待っててください。こんばんは。今日昼公演ですごいと思ったのは、フォーメーションで後列行ったも手を抜かないですよ。ダンスの目がもちろんですよ。エイジ君いいね、ありがとうございます。もうフォーメーションとかポジションは私のファンの方、見てくださってる方、私を見てくださってる方からしたら関係ないですし、もう全力、私ができる限りの全力を届けるのがね。しかもそれで後ろでもみゆなを見つけてくださる方もいるかもしれないし、よしよし。こんばんは。知り合いが昼公演に入ってて、ゆなのダンスとても良かったって言ってました。ありがとうございます。やっぱりなんかね、久しぶりにステージ乗ってなんか筋肉の動きが分かるんですよね。なんか筋肉落ちてるぞって思いました。やっぱり糖質制限のせいもあるかもしれないんですけど、一応筋トレなんてダンスとかしてたりもしたんですけど。こんばんは。なんか厚底で踊ってるんですけど、ちょっとね、厚底ぶかぶか、厚底というかちょっとヒール履いた、ちょっとユナの靴ブカブカなんですけど、でちょっと土踏まずで
土踏まずっていうんですか、ちょっとブカブカの靴履く時ってなんかこうさつま先でさちょっと押さえてる感じあるんですけど、感覚的にあれ筋肉がちょっと減ったぞって思いました。今日はゆりかえん最前列で見れたから特に楽しかったです。なっくん堪能できて嬉しい。ステージで踊ってる最中なんであんなにもいつもにか、え、もう嬉しくてこうファンの皆さんのお顔を見るのがおかんとバイク乗るしかなくて最近声いけてなかったからまた、あ、マジありがとう。そう土踏まずの筋肉やっぱあるの。こんばんは。なんか終わった瞬間にあの内ももちょっと筋肉痛気味に、早くないと思いながら昼公演終わった瞬間にちょっとこれで見てファンになりました。えー、ゆっこちゃん女の子ですか、ありがとうございます。ひなちゃん宛てのプレゼントって誰からか分かるようになる、もちろんです、ありがとうみちゃん声来てありがとう。今日本当に特にニコニコしてた、えー嬉しい。やっぱ声大好きやねんみんな。お腹鳴りそう。先月いっぱいいたけど今月は声あんたらなくて寂しい、えー寂しい、あんなきっぱいって空いてたのにね。こっちちゃん桜餅ありがとう。もうな餅の味なんて忘れちゃったわ。甘いものってなんぞやって感じ。2週間も食べてなかった。人生で多分こう物心ついてから初めてかもしれない本当に。けそれだけなんか頑張れるのはもう、あー感覚が本当に忘れちゃう。またあの新しいお知らせの、新しいお知らせというか秘密のやつ言っちゃいそうだ。何もないです。今日ゆなの新グッズ、えー、ありがとう。わしの手紙まだ届いてない。なぎささん以外にもニコニコ系、そうですよ、ゆな第二のなぎささんって呼ばれているので、クククク、かわいい、ありがとうございます。喋ったらすぐ行っちゃったね。ほんまにごめんなさい。皆さんが一番モヤモヤしちゃいますよね。ユナは知ってるからいいけどさ、ごめんね、ちょっと初めに来た、ヤッホー、かわいい、ありがとうございます。え、けどほんまに糖質制限をは別にその新しいお知らせ来る前にから決めてたことというか、それやからやってたってわけじゃないですよ。言いたいの我慢するその顔を見るのが好き。いいこんばんは。ユナの視線を追い続けて気づいたフーアさん目の前に来てびっくりだ解明しなくていいよ、ユナだけの呼び名なので。ゆっくん公演お疲れ様、ありがとう、発表待ってます、ありがとう。てかなんか久しぶり、可愛い綺麗も大事だけどアイドルはニコニコ一番だと思って、はい、そうですよね。ゆの新しい挑戦、こんばんは。やっぱ公演
終わりハイテンションやんないな。もしオードリー春日さんみたいに東大授業しません、今の大学大好きなのでとか言って、もうこちらがもいもいして寝れなくなりました。いちくんラブレターありがとう、こんばんは。今月ほんと時間経つの早い、もう6月も後半、まだ18か、え、まだ18かと思った、あれ今月長い。なっちんちん大気ありがとうございます、こんばんは。いい報告ね、けど一個は7月にはなっちゃうかもしれないです。久しぶりに涙、涙出そうになった。なんでこう当たらないんだろうと真剣悩むぐらい、泣き泣き。こんばんは、問い合わせてみるのもありなんですか、問い合わせたりできるのかな。熱くん楽しみすぎて、ありがとう、こんばんは。皆さんが大好きです、ありがとう。こんばんは、今日は夜の劇場公演インター拝見しました。誰でしたか、日に日に可愛くなるし好きが増す、嬉しい。どうですか、前の公演よりも可愛くなってましたか。ラッチンチン、シャクランボありがとう。そうです、赤組です、ありがとう言ってくれて。言うからしたら有力劇場公演なんて思うようになった組、確かに、ありがとう。俺ら町田家気にならない、喋って怒られるようにして優しい、ありがとうございます。アンコールの時の効果音地味に思って、なんか効果音したっけ、もう癖です、癖で、あれでもめっちゃ効果音というか喋るの我慢してるんですけどせいの盛り上げ体力っていうのかな、なんかめっちゃ言っちゃうよね。鎖骨が魅力増してましたよく見てくれてるの嬉しい、鎖骨とか言ってて MC ちゃんペンライトの色変えない心に近い、しかもさその後目あったんですよこの方と、なんか「あ」みたいな顔してるさ、やっべみたいな顔してるのやめてもろってしかもさあのイート明けの時もさ、わざわざちょっと下を向けてさペンライト変えてくれてる方もいてあ、そうやって気遣ってくださってるのかなと思って。佐藤さんハートありがとうございます。ゆか楽しかった、ありがとう。こんばんは、しかもその下でさペンライト書いてる時にさ、顔私は何もしてませんよみたいな書いてくれてるねん、ごめん見えてるからと思いながらゆななやる声入りました、ペンの柔たらしく買いながら感じしますありがとう。投げてんがしなったから投げ鳥も投げといた、ありがとうね。顔はあまり汗かいてないように見えるけど、
首から下半端、え、めっちゃかいてた汗。けど汗ってなんかテカテカというかさ、なんか肌綺麗に見えるよね。なんかハイライトじゃないけどなっちゃんツヤっていうんかな。なっちゃんお星様ありがとうございます。こんばんは。で今日一番面白かったのはさ、そのさペンライト変え、ごめんね公開処刑して名前を伏せるので、あのそのさ公室里さ MC 中にさ、そのペンライト、その方まこっちのね青と青、青の色をねしてたんです。それで、ね、最後の飛行機雲ってわりかしみんな青の色なんですよ。わりかしみんなというかちょっと飛行機雲は青のペンライト振っていいみたいな空気感になるんです。でその時だけもう堂々と青のペンライト振ってて、ちょっとめっちゃ面白かったさっきとの違いと見て、こんばんは。思ってたんですよ。いや飛行機雲は堂々と振るかな、どうやろうと思って、飛行機雲は帰ってくるかなと思って、もうここぞとばかり青に帰ってて、もう面白かったエイジ君かわいい、ありがとうございます。かちみさん大激ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。すいません僕もありがとう。全然マイルちゃん可愛い、ありがとうございます。ゆうさんハートありがとうございます。ペンライト今日強い気持ち、ありがとう。ワイのペンライトは白とピンクしか止まらない、もうそれめっちゃいいねそっか、ユニットの時はなんかその場にいるメンバーの色にすることが礼儀かなと思っちゃってた。でも確かにそれはユナもいいなって思いました。確かに。だって、ってどうやろ。あ、確かに、ちょっと葛藤ですね。優しさと天使のユナなんと悪魔のユナなんか言って。確かにそのねユニットに出てるメンバーが喜ぶから、そのペンライト変えるのも確かにねいいなって思うし。けどその時に特大レスとか着たりしちゃったら。お支援されちゃうかもしれんし、どうしようみたいな。天使と悪魔のようなうろうろしてる今、どうしようなんでピオなの。ひよこが好きで、もともとなんかそっからピオラってきてピオラになりました。タワー、まあ滝沢くんありがとうわ、今日はありがとう。コンタクトつけたらよかったやん、見えなかったの今日最後だから。こんばんは。ユナのゆとりすれば変えた方がいい、変えん方がいい、変えないで小声小声にしとこう、悪魔のユナなんやから。ユナくん背中にも目あるから大変だったバルナン、ユナなんか
からの客に集中的に練習するムーブメントがあるんじゃないのか。ないですよそんな。可愛いなだってありがとうございます。悪魔の犬なんですけど来週お会いするね。買い物で言ってる人に限ってこっそり書いてたりします。やつは可愛すぎるので白と薄ピンク答えていきます。ありがとうございます。感じになんかあんまりですもん、ね、うそ。いやあの見送りは神対応だねって言ってくれてありがとう。どんなキレスきっとみんなからのレースしか勝てない。嬉しい。似てるペンライトの色振ってていたら自分の番わかる。最近赤目なのが他のファン釣りに似てない気がしてます。どうして早く変わってきてるなんか最近なんかそうやなけどなんか他面のペンライトってよかったに、なんかレスとか送っても嬉しいのかなっていうのを思っちゃうんですけど、どうですかそこのところ。ゴッドちゃん誰もですありがとうございます。こんばんは。今日はけど コットちゃんドラマさんありがとうございます。早くにレッスンもらったのに超えて何の嘘やいやー TikTok 動画楽しみにしてます。ありがとう。スティッチ YouTube コメントしてくれとった。最前列は地獄屋の犬ないなくてもズピンクだしら振らないかんとはだってコイチくんハートありがとう。足の周りピューラーさんだらけやったって言ってくれてる。あ、 YouTube のあかりんさんのコメントもちゃんと読んでるので皆さんの嬉しい。みんなしてくださいね。これでゆなさんがいた時薄ピンクを黄色に変えたらしっかり見つかってて嬉しかった。うん見つかったゆなの認知早くねえ早くお越し会したいな。あかりんのサブちゃんゆなにだけごめん見たよありがとう。ゆうちゃんハットありがとう。 YouTube の感想もうん分かった。そう今日なんかね後ろらへんもピューラさん多くて。ゆことちゃんハットありがとうございます。あかりさんの動画と概要欄にゆなくんのツイッターと TikTok の URL 貼ってくれて、ありがとうございます。公園行ける人羨ましい。白とピンクのペンライト、いやいやけどね公園もうそうやけどやっぱりラブレターの返信とかめっちゃ心にきますよ。嬉しくてもう心が感動して泣いてるもん。皆さんの言葉一つ一つが嬉しくて本当に、そうちょっと落ち込んだりしたりなんか気分が下がったりしなんかねっ壁がぶち当たったらみんなすぐにラブレターの返信読んでます。
こんばんは。ラブレターって、あ、ユナのモバメのことで。モバイルメール。こんばんは。まあでも神崎ね、ずっと打ち上げてくれててありがとう。クラックマンのインタビューだ。ユナ君はラブレターの返信を必ず読んでも、そうですよ。今日も公演前に2回読み返しました。LINE 感覚でも豆返信いいよいいよ。変なコメントしかしてない。いやいや、いつも配信を盛り上げてくれてるじゃないですか。コメントで返信送りまくよろしく。マジか、もうこんな時間だ。一つメールに一つだけ返信した。ありがとう。こんばんは。今何時だ。何時何時。ダメだね、閉まってますよ。ありがとう。まだ大事、5時5分になったら。まだね、届いてないです。やっぱ結構時間かかるかもしれないです。しっかり読んでくれてるから、こちら側はすっごい嬉しいですって言ってくれてる。ユナの体調を忘れない、ありがとう。忘れてないよ。そう、なんかね、ポケットの中からビスケットが学べたりしてありがとうございます。メールのままに意思疎通、確かに大事。ありがとう、メールの返信も。メシーナの返信するの楽しい、ありがとう。ここだけの話、ココナさんの時よりちゃんと返信してるって。ココナさんママもいっぱいだったんでしょ。例のものは実家でも、いやちょっとね、実家にしようと思ってます。飾るの、あのお花を玄関に飾りたいなと思って、頭で想像できてるんです。似合うなと思って、例のものというか、あの去年のね、生誕の装飾品なんですけど。え、はじめまして、昨日明日歩しました。え、あっちゃあちゃん、女の子男の子、ありがとうございます。ポケットたたったらクッキーがただ割れておやすみなさい。こんばんは。中学までの聞くね、TikTok で中学までの道のりをやってます。早くにちゃんのこと好きすぎて頭かかってる。ほんと？ウェリカムトゥピオラ、ウェリカムトゥピオラ、ウェリカムトゥピオラ、ウェリカムトゥピオラ。あっちゃさん、ピオラようこそ。いやなの配信連続配信555日になって、そうなの、
かま、いらっしゃいませ、ありがとう。あんな中、あー、ゆなちゃんの劇場デビュー、ゆー、あ、嬉しい、ありがとう。レッスンの様子とかちょっと見て、そういえばね、自主練してる姿ちょっと動画で撮ったりもしたんです。載せるの忘れてた。そう、オリジナルソング、あの、ピオラになりますとかコメント言ってくれたら、お星になりましたとか言ったら、ウェルカムトゥーピオラソング歌うのであ、ランキング読めますね。あきら先生ここにはこんな、それはでもあきら先生常連なんで、ここは今日はちょっと多分いろんなねとこに行ってるだと思います13位、まっちゅんだ、ありがとうまっちゅん、コメントもたくさんありがとうございました。12位、ゴタちゃん、ありがとう、今日は会えて嬉しかったよ、ありがとう。今日も安定の後ろらへんでしたね父コタちゃん、ありがとう、コタちゃんも今日会えて嬉しかった。すごいな、あの電気のやつ感動した。ゆなのピアノライト嬉しかった、ありがとう。つい、いずみたん、ありがとう。みつに愛を伝えます、嬉しい。返信読んだよ、いろいろ教えてくれてありがとうね。ゆなも言葉足らずなとこあるから、これからなんかあの勘違いされないようにも気をつけようと思います。ゆなね、言葉足らずなので、ほんまになんか自分の思ったこと素直にちょっとなんて言うやろって思われるかなと思って、言葉言うんじゃなくて素直に伝えようって思いました。改めて自分の気持ちを。ケイビタビタさん、久しぶりじゃない、ビタビタさん、ありがとうございます。8位、ゆうちゃん、いや大好きすぎてくさ、わー、くさいただきました、ありがとう。今日はずっとゆなの見てくれてありがとね。次またぎした時が楽しみ。7位、えいじくんだ、えいじくんありがとう、ラブレターのえいじ、いつも深くて嬉しいです、ありがとうございます。6位、コロくんだ、コロくん早くこう当たりますようにお願いしとくね、ありがとうコロくん。5位、なっちゃんちゃん、見つけてくれ、テンション上がりますね。え、事前に髪切ったって言ってくれてたけど、すぐ分かったよ、髪切ってると思って、なっちゃんちゃんと会えてよかった、ありがとう。近いやば、近いやば、近いやば。4位、ふみかちゃん、ふみかちゃんありがとう、すぐ気づいたよ、ありがとうね、ふみかちゃん、いつもたくさん愛伝えてくれてありがとうございます。3位、さとみち、まさかの最善、びっくりしました、ありがとう。さとみち、今日会えて嬉しかった。あと、やばいやばい。2位は、なっちゃん、なっちゃんありがとう。なっちゃんも MC 中もずっと可愛い動きしてて可愛かった、ありがとうね、なっちゃん。そして入る1位は滝沢くん、じゃあ滝沢くんに燃えずりふいきます。てってれー、滝沢くんの完成こんばんは。滝沢くん、この帽子なんかよくかぶってるイメージがあるから、ごめん、公開処刑しちゃった、ありがとう。おそろっち、まあ、ゆなもね持ってたけどね、これゆなも結構かぶるんだよ。滝沢くんが真似したの、わかんないけど、バイバーイ、ありがとうございます。